はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭、スパチャワー、大歓迎、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。で、まあ、いろいろ武器があるんだけど、この武器を乱発してるだけでは、まあ、取り留めがなくなってしまうということで、それやっどうしたらいいかっいうと、モチーフが必要になりますと。で、クラシックをやったことがある方なら、モチーフってね、聞いたことがあるかもしれません。あるいは、絵画とかでも言いますよね。 この絵のモチーフとかこの作品のモチーフとか言い方すると思うんですけどモチーフって何かっていうと、まあ、そういうそのもののテーマみたいなところ、えー、それをやるための動機さっき言いましたけどどんなソロ撮りたいんじゃお前はというねその動機だったりソロだったらソロで言いたいことみたいなね一番大事なところ核になるところみたいなものです。 で音楽の文脈で言いますと、モチーフっていうのは、ね、簡単なフレーズであることが多い、シンプルなフレーズ。例えば太鼓で言うと、あ、もうね、ダッタタみたいな。まあ、これだけこれが、まあ、例えばね、仮にモチーフだとすると。まあ、今、いろんな位置とか、グリッドで。 このタンタタをやったわけなんだけれども1個まあモチーフを決めておいてそれを繰り返したりえ展開させる発展させるさっき言ったいろいろな武器を使ってそのモチーフを肉付けしていくっていうかねで初めにそのモチーフが何か1個でもあるとそのあとが結構ね考えやすいっていうかで漠然とねえモチーフなしで 始めててしまってもいいいんですよ、まあ、いきなり行き当たりばったりでバーって始めてさあどうしようみたいな <laughs> あのいういうに始めてもいいんだけどなんか一個ね決めておくとあの特にビギナーというかまだちょっとソロがうまく取れませんというレベルの方であれば、えー、モチーフから始めるのがいいんじゃねえかなと僕は思いますだからこれはおすすめっていう感じこれでやると全体としていい感じになるあまあ書いてありますけれども一個その筋が通って 感じになるっていうかね統一感だったりあるいはその自分にとってのモチーフお決まりのフレーズみたいなのがもし決まってしまえばあ,あの人といえばあれだよねみたいなその人らしいソロっていうのをねできたりするです。これちょっとねまあ難しい話なんだけども即興だった場合ってその一発撮りの作曲になるわけですよねっていうのはよく言われるんだけども要はその即興の演奏っていうのは 1>, 1回で決めた作曲っていうことは、ね、作曲してるっていうことなので、まあ、クラシックにおける、まあ、モチーフみたいなも考え方を用いてももちろんいいのかなとは思ったりします。はい